ね、カウアン君はもともとガーシーとの対談で暴露しようとかっていうのはなかったってあまりみんな知らないんだと思うんだけど、そうなんですね、知らない人もいますよね、うん、だからキング&プリンスの平野君が、まあ、キンプリが辞め解散のことについて、うん、あのカウアン君は解説しようっていう感じで、そうです、自分の辞めた経緯とかを一切話したことがあったんですよ、はいはいはい、7年間ぐらい黙ってて、乾杯しましょうか、すいません、はじめまして、はじめまして、はい、よろしくです、で、それで、うん、いろいろ僕個人的にいろいろあったんですよね、去年その人間関係とか仕事とかで、はいはいはい、まあ、コロナもあって音楽活動結構大変だったんですよね、うん、で音楽活動していく中でブラジルと日本行ったり来たりしてて、でそういうのであってなんかこう、まあもちろんこういろいろ自分的にもブラジルと日本どうやって生きて、どっちをどっちの人として生きていくとかみたいな悩みとか結構ちっちゃい時あって、うんうんうん、結局それでエンダーなんかステージに立ったら両方表現できるなっていうのとか思い込めて入ったんですね、うん、ただ結局こうジャニーズやっていく中で、まあ、辞めることになり、うん、でずっとでも喋るジャニーズとしても喋りも言いたくなかったんですね、自分がもうジャニーズだっていうことを、はい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 、し日本でもちろん活動しづらいっていうかもうほぼできないっていうのが結構、ね、辞めたらやっぱりそうなの、まあそうですよね、やっぱ結局最後の最後でいろんなこうオーディションだったりなんかこう話も来るけど、最後の最後一番上が逆になんかこうダメってなっちゃった、そうだよね、そうだよね、だって昔はもっと厳しかったもん、まあまあそうそう、ダパンプの頃とかやばかったっすよ、ね、ダパンプってあれでね、うん、潰されたし ね、男性アイドルはジャニーズ事務所以外はもう、でもなんかこう逆忖度もありますね、どっちもこう結局ジャニーズに言われてるかわからないですけど、うん、感覚的にはもうビビっちゃってるからもう入れないっていうか最後の最後で、そんなやっぱり怖いんだね、ビビっちゃってますよね、うん、いやでもすごいスピードで変わりましたよこれ、うん、もうだってもう何十年前からでしょこれ、だって毎日僕が生まれるぐらいからあったことだからね、一番まあ大きいのは20年前の文春でしょ、うん、まあ、最高裁まで認めたわけだから、はい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 、だからまあ川野君がまた子供ね、それこそ下手したらまだ5歳とかそういう国でもそれもテレビももみ消して NHK とかテレビ局みんなもみ消して、うん、でまあカウアン君がちょっとねキンプリの時で去年11月、うん、ガーシーと喋ったけど、ね、全然ニュースにならなかった、そう辞めた経緯を喋ったんですね、そう自分が辞めた経緯、それをまあ心ならず喋っちゃったから逆に今度喋ったことで目立ってないけどちょっと逆に仕事やりづらくなっちゃったんで、じゃあそれだったらもう言った方がいいんじゃないみたいなことで3月僕話を聞いて、そうですね、で奇跡的にね、そこで BBC 来ちゃったんですよ。あ、そうそう、ちょっと奇跡的に BBC の報道もあって、あれが BBC が3月の15日ぐらいだったら日本のやつ。そうですよね。で、BBC のその世界中への放送があるのと、そこで僕が出会って、うん、4月に選挙があるから、うん、政見放送に出てくれないかって。なるほどね。言われました。だから全然政見放送だから、全く関係ないのに、うんうん、ワイドショーみたいな政見放送出したんですよ。なるほど、カードワンさんという人がジャニー喜多川にえらいことされてっていうのを、それを先に仕込んどいたので、うん、彼が都会外国特派員クラブで会見した時に、あれ誰に言われたんですか FCCJ は。あ、特派、外国特派ですか、うん、だからその BBC 来て、うん、ガーシーさんの時点で、うん、もう結構もう身を引いたんですよね、はい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 、もう自分の辞めた経緯も話せたし、うん、キング&プリンスが辞めることに対しては、まあ、思いも言ったし自分の思う感想、うん、事務所の感想も言ったし、そこでガーシーさんに聞かれちゃったのがその本当にジャニーさんのことがあったかどうか、でそこでまあそこで初めてありましたと、うん、言ったのが始まりで、あ、ただそこの終わった後にすごいこう反響があって、でもちろんジャニーズのファンの方々はやめてくれとか、うん、もちろん嘘つきだとか、うん、まあ、いろんなこう話とか、まあ、世間はもう噂は本当だったんだみたいな感じになって、ただその時点でネット上、今橘さんがおっしゃったようにネット上で、でもすごい精神やっぱ来るじゃないですか、その結構反響、うん、でも僕はもう音楽やりたいし自分もすっきりしたし自分言えて、うん、自分との話だったんで別に正義感で何もやってなかったんで、でそれ言えないと苦しいもんなんだやっぱり、いや苦しいですよね、めっちゃ誰にも言えない何かがずっと心の中にあるって、なんか本当の自分を好きでいてもらってないっていう感覚というか、なんか嘘ついてる感覚というか、それはどうなの分かんないけど、その仲間たちっていうか仲間とか先輩とか後輩とか分かんないけど、その辺ではどういうふうに共有されてるんですか、はい、共有されないだから いろんな人いますけど、うん、その結局、まあ、その前も話した通りその自分からそういうふうに売れるためにやってた人もいるし、うん、
分からずにそういう目に遭った人もいるし、なんか人それぞれ感覚が違うように僕は感じてたんですよね。まあね、確かにね、子供の頃とかにやられたらね、し暗黙の了解、ね、お互いにも暗黙の了解で、もちろん話してたメンバーもいるんですけど、もちろん名前は言えないですけど、話してた人たちも仲いいメンバー、当時いた人たちはいるんですけど、まあなかなかこうそんな軽々話せる内容じゃないので、お互いにでも、まあ、話したとしてもね、逆に警察も動いてこないし、メディアもやってくるから、だからもうすごい勢いで、だから緩和が出て、でもほら、あの、まあだから警察ってやっぱ告発がないと動かないから、うん、もちろんだから警察が動く、まあ時効とかもあると思うんで、だから警察が動かないのはまあ仕方ない、仕方ないって僕は言っちゃいけないかもしれないけど、いや仕方なくないし、いやいやいや、僕は言っちゃいけないのかもしれないですけど、はい、ただまずその被害者が警察に来るもこうメディアに向かって喋る、うん、まあそれは川上君がきっかけで、うん、もう今数知れないぐらい出てきて、それがまあ川上君はもう中学生になってから、まあまあいいとは言わない、もちょっとマシなんだけど、もう小学生の時とかの人も出てきて、でいっぱいもう出てきたんで、あ、病気に、トラウマで病気になってる人とかもいるわけだから、初めてのそういうのが、そういうジャニーさんだったみたいになってくると、はい、ばっかり知識がない人がそうされたらな、一体何がどうなってるんだろうみたいな。あ、でさっきホリエモンさんがあのどういう流れだったかって、あの記者会見の話なんですけど、はいはいはい、まあその身を引いたけど BBC へ来てしまって、うん、リンクして話題になっちゃったんですよ、またガーシーさんのやつと、数ヶ月前のガーシーさんのやつとリンクしてしまって、はいはいはい、また沸騰してしまってネットで、まあ、逆に言うとガーシーとやった時はそんなに話題、そこまで話題にならなかったっていう、まあ軸が違いますよね、なってたんですけどネット上だった、ネット上業界だけ、もちろん ガーシーさんっていうのもあって、うん、やっぱ偏りな、うん、偏ってしまう部分もあったんですけど、まあ、11月でもあったんで、ガーシー当選して11月なんで、も結構、うん、あの YouTube じゃなかったんで、ガーシーの、ああそうかそうか、もう YouTube もないし、ね、ガーシーの百何十万登録の YouTube でガーンってやったらドッといったでしょうけど、うん、そうそう、僕の YouTube と彼のサロンのコラボだったんですよね、だったいわゆる内輪のやつだったんで、でそれで BBC 来て、まあ、びっくりしますね、僕自身もこんなことがあるんだみたいな、うん、特集があって何人もいてみたいな、でもまあ多分ね、 BBC とかその今の欧米の倫理観からするともうありえない事件なんですよ、まあ、だからこのジャニーズの問題は本当は実はこの欧米基準からするともうそのまあ言うならばグローバルスタンダードからするとテレビ局全部ダメみたいな、うん、そうですね、例えば人殺ししたみたいなぐらいの、はいはいはい、まあ、人殺しをした人の協力をしてるっていうぐらいのそのイメージなんですよね、はい、だからその犯罪に対しての考え方がだいぶと欧米とは日本で違うから、うんうん、まあ違うようにまあテレビがある意味洗脳したんでしょうけどね、ブラジルとかもかなりヤバいですよ、ね、そういうのあると本当に、うん、だからそういう基準で言うと全然すごいんだけど、やっぱ俺すごいなと思ったのは、あれだけ BBC でやりました、国会にも行きました、なのにもかかわらずまだ大丈夫だって思ってるのが僕は逆にすごいな、ただでもスポンサーはやっぱかなりあのもう過敏に、あ、そうですか、あっていうのはネットの、ネットで元テレビの何かしてた人とか何人かいるんですよ、うん、ね、だからまあまあスポンサーはスポンサーの企業の株主に欧米系のファンドとかそういうのがいるんで、株主総会で多分突っ込まれるんですよ、だからもうネスレとかそういうグローバル企業ももう絶対無理ってなってますけど、そうですね、日本企業はまだまだまだ全然 そこまでそういうふうに思ってないかもしれないね、そうですよね、はい、まあ、その BBC 来て、うん、だから僕も迫られるわけですよ、もうこれで向き合うかどうか、うん、身を引くのかどうかっていうので、うん、っていう感覚だったんです僕はその時、あ、なるほどね、で、まあ、ガーシーさんね、確かにそこで言ったけども終わってた、僕の中で終わってたし、うん、もちろんじゃあ向き合うってなった時もなかなかその証明したりとかも本人もいないですし、その加害者本人もいないですし、うん、その今の事務所再発はそういう意味では再発はないし、うん、だけど過去の気持ちとか、うんうん、それが隠されていいものかどうかとか、うん、今後未来のためにとか考えた時に、まあ、どういう、まあ、いろんな気持ちでどうしようって思った時に、うん、あの文春さんとかとやっぱ取材が来てたんですよ、依頼、
うんうんうん、僕ずっとそれに対しても無視してたんですよね、ガーシーさんの時点で、うん、ガーシーさん出た後にいろいろ来たんで、うん、だけど、まあ、向き合うんであれば、まあ、ちゃんと、まあ、変な憶測とかも出てしまってたんでプラスアルファ、うんうん、まあ、ちゃんと自分のもう体験したこと思ってることを全部言ってしようっていうので、うん、で、あの特派委員会、外国特派委員会、あの文春さんと話してる時に、ああ、そうなんだ、あちらが外国特派委員会と話していて、はい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 、で、どう、そこでじゃあこのメディアでちゃんと伝えきるっていう意味では日本じゃ取り上げないって中で、ちゃんとこの外国のメディア、まあ、あそこはね、いや、だから FCJ で会見して、で、ああ、でも日本やらないよなと思ったら、うん、次の日の夕方の4時に NHK がちょっとやったんですよ、うん、ほら、ちょうど食堂にいて、え、NHK 川間くんやってんでっていう、食堂のテレビで知って、おー、まあでも、ただ僕が政見放送で川間くんの映像を先にもう2週間ぐらい前に持ち込んでたんですよ、はいはい、そうですよね、多分あれも時系列ちょっといろいろ突っ込まれましたね僕がやっぱりすごい、まあ僕も申し訳ないなと思ったのが、やっぱりそのセカンドレイプって言われてしまうところで、はい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 、僕がまあ事実としてそのこういう3人でこういうことがありましたとか、いろんなことをあの言ってしまった時にガーシーさん、うん、そこでそれもあったんですよ、ガーシーさん自体それがすごい言われちゃって、はいはいはい、まあ、事実を言うのも簡単なことじゃないっていうか、うん、それも誰かを傷つけてしまう理由だから、すごい悩んだんですよ、ね、うん、まあ、分からないように、一緒に被害に遭った人を名前言うと、はいはい、その人は隠しておきたいのにみたいな、はいはいはい、し、この話題でこうなった時に、まあ、フラッシュバックするだろうなとか、まあ、被害者自体は、うん、まあ、それは確かにっていう罪悪感も感じてしまう部分があったんですよ、法律上ね、唯一被害者の名前を言うのが名誉毀損になるっていうちょっと特殊な理由なんです。あ、だからこの男性にこの女性がレイプされました、はい、女性は被害者なんだから、うん、この女性の名前を言うと名誉毀損になる可能性があるっていう、うん、ただ僕ね、一つだけちょっと言いたいのは、要は、まあ、これメディアの責任もすごいあると思うし、もちろん事務所ジャニーさんの責任もめちゃくちゃあると思うが、そのまあ、僕らからすると別に何今更言ってるのみたいな感じなわけですよ、要は。でも僕は、俺は関係者じゃねえし、多数派でしょうね、うん、あ、多分僕の世代は、僕も50歳なんだけど、50歳の世代の人たちは、あ、何言ってんのみたいな、今更何言ってんのあるでしょ、僕も、ね、ってカウアン君と1時間ぐらい話して、うん、僕も、うん、カウアン君と1時間喋るまでは堀江さんでした、うん、ただ話を聞いたら、うん、あ、確かに自分に、その自分が例えば15歳で置き換えるとね、うん、だってこれまで被害に遭った人、自分以外に、うん、俺以外にいっぱいいると、うん、でも誰も捕まってもないし報道もされてない、逆にこんなことを言ったら俺が殺されるんじゃないか、うん、ああ、そうそう、それは分かるんですよ、そういう話をしてんじゃなくて、僕が言いたいのは、そのまあ要はその公然の秘密というか、うんうんうん、あの別に秘密でも何でもないんだけど、いろんなところで暴露されてるんですけれども、そのなかったことにしてるわけじゃないですか、マスメディアはね、マスメディアとかはみんななかったことにしていて、そのジャニーズ事務所とマスメディアが完全につながっていて、そういう状態がずっと続いてきて、だからこそその新しい被害者がどんどん生まれていったって構造だと思うんですよ。でもちろんそのやられた方はみんな被害者なんだけど、被害者でありながら、僕例えば分かんないけど、マッチさんが被害者かどうか知らないけど、マッチさん辞めたじゃないですか、うん、で、まあ、僕マッチさんとちょっと交流はあるのであれなんですけど、もうなんか割とこう一言っていうか、うん、マッチさんの一言のようなあのコメント大きかったですけどね、うん、いや、まあ分かるんですよ、うん、マッチさんはどっちかって同性愛じゃなくて、うん、そのお姉さんの方と交際してた説が都市伝説にあるので、うん、いわゆるその女性の方ですよね、ジャニーさんのお姉さんの方ですよね、うん、なるほど、でその出てましたね、うん、だからその辺がずっと、まあ、僕はもう全然ジャニーさんの方が分からないですけど、まあ、ただマッチさんがコメントしたことがポイントなんですよ、この件に関して、うん、その喋ることがすごかったよなと思って、忘れることすらなかったんです、触れることがなかったので、まあね、いやいや、ただね、ただね、マッチさんもいろいろ知ってると思うんですよ、おそらく、そうです、おそらくね、だからそのやっぱこう後輩たちがどこかにかかるわけじゃないですか、でそれをやっぱり止められる立場にはあったわけでしょ、まあそれは無理だって話か。ないのか、いや、そこまでは力ってか、もう多分だから要はマッチさんぐらいのクラスですらそういう風になってるってことですよね、だって辞めなかったわけだもんね、ずっとね、問題が起きるまでマッチさんクラスでも絶対できないでしょうね、やっぱり今ネット社会とかでできて自分で活動できるようになったっていうのも大きいと思うんですよね、あ、そうね、仕事が本当になくなってしまうっていうか、てかもう要はエンタメビジネスをやってるのに、エンタメのね仕事をやりたいのに全く
全くだから暗黒になっちゃうわけだもんね。そうですね。だから言ったら言ったら自分のイメージが下がってしまう、さっき言った通りで、うん、まあそうですね。でもちろん報道されない、うん、まあ、過去 の、 その裁判の件もあった。僕も当時ね、橋本さんさっきも言ってたけど調べても、うん、まあ、こんなにことがあったんだって思って僕も絶句しましたもんね。あ、これ絶対に無理だなっていう。なあ、だから知らなかったって話よね。あ、そうです。入ってから見た時に、うん、そのことがあった時に調べるじゃないですか。こういうこと出てないかって一応。はい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 。ネットで調べたら出てるんですよね。ネットでは。ただ聞いたことがない。なんでだろうって気に、うん、考えれば考えるほど怖くなりますよね。まあね、確かにね。